かけてないよ。皆さん、この企画、今宵のババアはこんなババア。今日はね、こういうババアを用意させてもらいました。ババアです。毎度。どこがこのババアや。毎度のババアや。おばあ、ちょっと最近思ったの、うん、若返ってない。だんだん若返ってきてるとかなんか言われんねんけど、だんだん服が派手になってて、足元まで今日は派手にしております。うん、あ、すごない、なんか。なんか知らんけど、こうね。地味な格好が似合わんようになってきたんや。おばあがね、地味な格好してたらなんかおかしいやろ最近。だからだんだん派手さが増してきてやな、まあ、今日もえらい派手な感じでピカソ。いや、また似合うんですよおばあ。いや、なんか知らんけど似合うんやな。なんでやろ、外人か。私は外人さんよ、ほら年いったら派手な格好する言うてるやん、はい、顔立ちはっきりしてるから似合うんかな思ってたけども、はい、私のこのぺっちゃんこの顔でもなんか似合うみたいで。いやおばあでもね、おしゃれやし、まあ、おしゃれやな。似合うから OK じゃないですか。まあまあおしゃれといえばおしゃれかも。エラちゃんおしゃれちゃうけどな、いつもパンダばっかり着てるからな。パンダのおっさんやからな。海外で試合するじゃないですか、うん、で羽生結弦現象が起きてて。ああ、どんな現象で。羽生結弦って終わった後に、うん、プーさんとか投げられるんですよ、うん、で俺試合終わったらパンダめっちゃもらうんですよ。マジか。いろんな国の人から、そうパンダだらけですよ今ほんまに。そうなん。パンダのシャツとかパンダだらけなんですよ。パンダだらけ、はい、家の中パンダか。で昨日もね、飛び出坂で話してたんですけど、うん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 、そのふと思った時に、うん、俺パンダ好きなんかなみたいな。いや、パンダ好きなんちゃうん。いや別に、ね、パンダばっかり着とったやん。いや別にほんますいません、そんなに、ね、俺パンダ好きとかじゃないんですよ。でも誰から見てもパンダ好きに見えるで。いやでももらったら絶対着なダメじゃないですか。まあそりゃそうやわ。ほんで自然的にパンダ好きになっていく、はい、でそっからどんどんパンダが増えていって、うん、まあパンダの服着るみたいな。ずっとパンダしか着てない最近。これも言ってた。そもそもね、うん、娘の幼稚園迎えに行くときに、はいはいはい、だからパンダの服で迎えに行ってたら、うん、幼稚園の子供たちが喜ぶんですよ、はいはい、でそれでパンダ着てたら、うん、なんかもう喜ぶでパンダちょっと増やしていってて幼稚園の子供たち喜ばせるという、うん、まあその誕生日とかにちょっとずつパンダもらうようになってみたいな、うん、ほんとパンダだらけなんだよね、うん、もうパンダ好きや言うとき。ここでもうパンダ好きですそんな言わない、しゃーない。ここまで来たらいやほんで愛着湧くんちゃん。パンダばっかり来たって今日もパンダやろほれこれでもあ、じゃこのパンダ可愛くないこれもう見飽きたから、ね、いやもう私も見飽きたこのパンダ。こんな表情できないですよ俺。いやでもこのパンダしょっちゅう見てたやろ前。ああ、これ好きなんですよ。そうやろ、ほらやっぱ好きやねんちょっと長い間飛ばた佐川ちょっと様子見に行ってないねんけども、だいぶとなんかにぎわってるみたいでよかったね。あ、そう、昨日はねかったやん。みたいに遊びに来た人じゃなくて、うん、もうほんまに純粋に僕に会いに来てくれた人、うん、群馬県から来ててくれて。でもなかなか純粋には、はい、遊びには来にくい場所でついついそのなんていうの違う方を考えてしまう場所やから。でもね、うん、話すの好きやから、うん、でそこであそこになったら、うん、いろんな話する中で、うん、なんかその男同士で集まったら、はいはいはい、初体験の話になったんですよ。あ、なり得る環境やな、うん、はい、みんななんかどんな初体験みたいな感じから、うんうんうん、あ、一人だけ童貞の子がいてて。あ、そうなんや。童貞の子どうなんかって話になった時に、うん、白方健三っていう、うん、作家の人が、うん、最初はやっぱプロにやってもらった方がいいって、ショープランドに行った方がいいっていう、あ、はいはいはい、書いてて定義があるわけや、はい、でその中で僕自身も、うん、やっぱ最初はプロの方がいいよって話をしてて、うんうん、おすすめはプロやと。で江田さんどうやったんですかっていう話から、うん、俺はあの16歳の時に、うん、またすごいの現れたな。キャッチや誰やねん。すごい街やな。分からんわもう。その初めてのセックスでどうやったの、うんうん、で本番に行く前に、うん、僕はソープランドでパスポートってお店だったんですよ。国内線国外線ってあって。あ、なるほど。さすがに国内線国外線よ、いやなぁ。でも国内線ちゃん普通乗るのは。でも俺やっぱ素人なんで国内線でいいです、うん、そりゃそうやわ。1万6000払ってでそのまま2時間ぐらい待たされて、うん、で正月なんで待ってください。入り口で俺言われたのが、受付のおっさんが、予備校のおっさんが、お兄さん、俺の女抱かせますけって言うんですよ。そのおっさんでいくつやん。45歳のパンチパンもおっさんですけど。ということはその女性もまあまあそこそこの年齢やな。でもなんかそういう暗号じゃないですけど、うん、これ行くしかないと思って、うん、で予約スタートになった時に、うん、
こうお待たせしました。心臓バクバクですよ。そらそうやろね。奥がちょっと明るくて五光が差してるんですよ。で五光が差しててその影から見えたのが、ちょっとこう身長145センチぐらいの可愛らしい感じやな。ちょっとあのクリスタルキングみたいなパーマ当てた、はい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 、ピグモンみたいなおばちゃんですよ。それが可愛い女性やったけどおばちゃんかい。50ぐらいなんですよ。でパスポートやから、父親です当時の。はい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 、キャビンアテナント格好してて、あコスプレやってんねんや。でこのおばちゃんが俺は乗るまでの案内で、部屋の奥からはクレオパトラが待ってると思った。なるほど。302号室、よう覚えてんな。で部屋入るじゃないどうぞって、奥にいてると思ったんだよ。で開いた瞬間にクリスタルキングのおばちゃんが、アテンションプリーズ。どうぞ乗ってください。いやそんなん、ちょっと待ってくださいよって。その時にチェンジってことも知らなかったんですけど、なんかこうやらかんから、ちょっとすいませんチェンジでお願いしますって。ほんなら。チェンジみたいな。ノーチェンジ。いや分かったもん。ででも変わるわよ。3000ちょうだいって言われて3000渡して、16歳ですよ俺。何事もなく3000払っただけのこと。いやあと3000払ってまた待たされて、また1時間ぐらい待たされたところに、ようやく来たんですよ。どんな人？33ぐらいか。でもさっきから来られたんですよ。マシなんですよ。だいぶちゃうやな。でまた違う部屋に行って、また302号室から入って、覚えてるんがまず最初に脱ぎなさいよみたいな。はいはいはい、はい、乗せられて、まあまあそらせよな。でお風呂にお湯ためるからみたいな。でお風呂にお湯ためて、ローションむっちゃ入れるんですよ。はい、何があんねんみたいな。ローションベタベタ入れたらぬるぬるになるやろ、ほんでローション入れて俺が入って、そのお姉さんも入ってくるんですよ、で入ってきて10分ぐらいですかね、ずっと説教されるんですよ。どんな説教するの？ あんた何歳みたいな。16ですみたいな。16が来たらあかんやろこんなとこみたいな。入れてあかんやそもそも。おごりできたって言ったら、めっちゃ怒られて、こんなおごりで来るんじゃないあんた自分の金で来なさいよみたいな、で十何分ぐらい風呂内で怒られて、そのまま出るんですけど、ローション関係ないやん。何やってんそれ。説教するの？さっきのローション何やってん思って。いやそれやっぱお金取らないかんか、なんかせなあかんか。ほんでそこで何番払ったの？いやそれで1万6000ですよ。だから、まあ、1万6000入場料払って、チェンジが3000で1万9000ですよ。1万9000ですよ。でまあとりあえず、マット敷かれて、マットにこうまあ、うつ伏せで寝ろと、でマットからの端から端が2メートルぐらいなんですよ、でまたそれからローション塗られて、その上にお姉さんが上に乗ってくるんですよ、上に乗って壁を蹴ってこう俺のこう上に行って、上壁を押してこう交互にこうお姉さんが移動するんですよ。それって何なんよ。よう分からへんけど理解苦しいのは。気持ちいいとかでもないし。ただ単にこう背中の上をちょっとちょっとこう行ってるだけなんやろ。でそれ終わってタバコ吸い始めて、ちょっと待ってねみたいな、タバコ吸うからみたいな。ほら行こうかみたいな、表向きになってみたいな、もうチンコも前切ってるんですよ。自己紹介みたいなの始めて、あなたどこ出身みたいな、上から乗ってくるんですけど、で俺の中で初めてのセックスやから、女性がこうあんとかキャンとか言うんかなと思ったら、山口県の宇部の出身でどうのこうのみたいな感じで上乗ってきて、立つわけないじゃないですか。であなた出身どこみたいな、いや福岡県の戸畑区、いい町ねみたいな。なんなんそれって。それが単なる雑談やろそれ。それがマジ初めてセックスだったんですよ。あの時お姉さんほんまに、あのもし出会えたらまたお願いします、また席をしたってください。いやほんまにこう初めてセックスだったんですよ。もうまあほうでもそんな時は何やろ、何やったんやろなあいう感じやろな。でもなんか誰かに言われたのが、お前の性癖がちょっとおかしいのは、初体験がそうやったからって言われたんですよ。おかしいの？いやおかしくないと思うんですけど。全然知らんねんけど、イラちゃんの性癖なんかあったん？いやないですけどね、ただなんかその言われて、まあ、変態チックなとこもあるんですよ。でそれを言われたのは、初体験がそういう思いしてるから、ある意味それが影響してるいうことな。はい、あちゃんどうなんそれは。多少ないのはあるかもね。いやあんのそんな、じゃあ全然分かれへんわ女やから。でもえらいなんか知らんけどおもろい初体験やったな。いやそうなんですよ、普段経験できへんでそんなもん、普通やったら、まあ、こんなん言うとあれやけどパッパッパって終わるんちゃん。でもね今考えたら、この
上に出てくるのそのお姉さんのおっぱいの乳首が立ってたの今覚えてるんですよ。あーなるほどな。その時は鮮明に分かれへんけど今思えば、はい、あの時のお姉さんはこういう状態やったと、うん、冷静に語れるわけ。俺覚えてるそんなに。で行かないんですよなかなか、うん、普通やったらちゃんと演技してくれたらいいじゃないですか、うん。お姉さんもイライラしだして舐められとったんや。16歳やからお前チローがーみたいなこと言われて何じゃ早く行きなさいよこのチロー野郎みたいなさらに精神に追い込まれて、うん、プレッシャーかかるよな。いや本当に一生懸命育ててもらった親に感謝しかないです。何やねん意味わかんへん。こっちおいで、うん、いらっしゃい。あああ何してんの。そう例えばちょっとこっちから YouTube 緊張するから今のめっちゃ緊張するやないか。何が緊張するの。お前の顔は緊張する顔ちゃう。何やるんか。元東洋チャンピオンの美味しくないだろ。はじめまして皆さんこんばんは。何がこんばんこんにちは。ちょっと通りすがりで声をかけてみました。今日は何の撮影ですか。いやおばあとね毎週撮ってて、はいはい、ちょ大石くん、はい、最高世界5位。そうですね IBF のすごいですか、うん、お前すごく強い人なんですよ。両方とももうめちゃめちゃボクシング界ではもう超強い人やから、ね、先週もねそのまあそのヒデ兄のセコンドに映ってて、うん、うんうんうん勝ってよかったね。よかったねあれね。引き分けやったんか。試合は勝ちやったんですけども、うんちょっとね、なんかルールを破ったってことでドローになったんだ、うん、試合は勝ちやったの、うん、あれ聞いたけどもったいないねあれね、うん、でもいい試合やったんか、うん、またその後はまたええのが、まあ、あの4パチのヒデにも、うんうん、やっぱりこう終わった後はもうみんなでまた仲良くしようって言ってね、うんうん、言っとったみたい。試合は試合やからな、うん、そうやそうそう、あとはもうな、うんうん、友達でな、これはなあかんよね。そうそう、でもああいう世界って本当ね、さっきあの生放送でも言っとったんですけども、うん、男の世界じゃないですか、うんうん、で喧嘩で決着つけようぜみたいな、うん、いいなと思って、うんうん、その喧嘩もな、みんなに見てもらうところでね、個人的にするんじゃなくて、そうな、そういうな、公の場でするいうのが、やっぱりこれはやっぱスポーツマンシップやからな、うん、俺なんか今な、うん、俺なんか今な喧嘩も直せんともちゃんとあの真面目にやったら一番喧嘩は嫌じゃないですか大石君。いやいや過去は語らないね、ブレイキングダウンは、いやあいつらブレイキング落としやがってもそうやね。いや大石君が落ちる意味は分からなくて、ね、いや今その話ちょっとやっとって今回どうやったんやんから、いやいやちょっとまあ本人から聞いて言って、うん、あの細そうに買ってる男なんですよ、うん、ボクシング細そうだから今回はちょっとなんかちょっと残念なことに、うん、なあ、うん、まだ次があるから、うん、そうこの間もね細そうがライブしとってやんか、うんうんうん、でのライブに入ったって、うん、おい細川え、おっさん俺とまたリベンジしようよ、はい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 、言うたらまあやるって言ってくれてたんで、そらそうやろ、あーすごいなやるやん、いやすごいリベンジしたいやろから、うんうん、まあねえもうミクル君がムクル君やって金取れるんじゃん十分ね、ねえあれはほんまにね一人3,000円で取れるね。いや本当に俺の1000人来るんじゃない。いや絶対来るでしょ、うん、儲かれますよプロモーターやった方がいいっすよ。後でちょっと言って話しながら天パーちょうだいや天パーじゃないの天パー優しい、 いや俺が雇うのになんで俺が天パーもらうなんでや今日ねゲストに大石君来てましたありがとうございますハゲゲのブレイキングダウンで見たいな細そうに買ってるとこなんで絶対もう一回ね、次は、うんもう一回チャレンジして、はい、常に夢、目標を思って諦めずね、絶対にね、花もう一回ね、探したいな思ってます、うん、今、すごい緊張しております。言葉がちょっと小さになっとるやろやろう、やろう今日はこれちょっと長なったけど、うん、いろんなこれで終わりたいと思います。何すんねん。いや、濃い話でしたね。ああ、じゃあそのソープランドからこっそり勝った音が出てきて、まあそんな感じで今日終わります。また花屋の向こうの元に私の。おっす。